芝吉雄第36節レノファ山口戦を予想する。おはようございます。おはようございます。いや前回の東京ヴェルディ戦僕びっくりしちゃったからなあ、はい、まさかあんな5対1でさ、はい、圧勝するなんて誰も思わないじゃんか。そうですね。いや本当にすごい試合を見て手に汗を握った千葉雄でございますけれども、あのさ、びっくりしたといえばね、はい、前回の東京ヴェルディ戦さ、はい、スタッフも来ない、はいはい、ね、軍団誰一人としてね来ない僕はすごくあの試合を誰かと分かち合いたかったにもかかわらず、はいはい、とっても寂しい思いをしたんだけど、はい、これに関して園川くんどうだい。僕は仕事が大事なんで仕事に行ってました。あ、そうじゃねえだろ。そうじゃねえよ。はい、違う、仕事も大事、それは仕事大事だよ。はい、でもさ、はい、仕事大事だけど、はい、あのその仕事とさ天秤にかけてさ、はい、なんでジェフが勝たねえんだよ。まあお金には変えられないものがあるプライスレスです。何マスターカードみたいなこと言ってる。人の付き合いも大切ですけど、うん、結局金の切れ目は縁の切れ目なんで、うん、あのお金借りたっても借りちゃって返せなかったら。その大切な人でも縁が切れちゃうんです。よくわかんない持論だけど、まあ金の切れ目が縁の切れ目ってのは分かったけどさ、はいはいはい、分かったけどさ、はい、まあじゃあいいよ、はい、ね、園川くんがさ僕たちと天秤に比べてあのお金がないから仕事の方が大事ですって言うんだったらいいよ。ただ僕は寂しいってことは伝えておくけれども君がそういう価値観なんだっていう人間は僕はよくわかりました。はい、まあとはいえね、前回の試合ヴェルディ戦が5対1の圧勝でございましたから、はい、その気分に任せてさ今回よっちゃんね、またこのコーナーって好評なんだと勝手な勘違いをして次の山口戦をああだこうだっていうのをねズバリ語っていこうと思うんだな。うん。でレノファ山口さんは現在16位、ね、勝ち点34、得点が31、はい、そして失点が46と、はい、まあこの数字からも分かるように得点があんまり取れてなくて失点はちょっと多いと残留争いに巻き込まれているチームでございます。はい、で結論として言わせていただきたいんですけれども、はい、レノファ山口さんはね、はい、めちゃくちゃ縦にアグレッシブなチームだということを覚えておいてください。縦、はい縦に、はい、うん、今シーズンね J2 リーグっていうものの特徴の一つとして、はい、監督交代が挙げられる。前回対戦した東京ヴェルディもそうだったし、はい、その1個前の大宮さんもそうだったし、はい、今回対戦する山口さんも今シーズンリーグ途中に監督を交代しています。で前回監督だったのが渡辺監督だったんだけども、戦術的というかあのシステマチックなサッカーを標榜する方なのかな、役割をしっかり与えてチームで僕たちはサッカーをするんだよっていうのを結構徹底して教えてくださる方なんですけれども、はい、ただ9月末の長崎戦で負けてしまった後に渡辺監督が辞任をします。で今新しい監督になったんですけども、その名も夏香監督でございます。でこの夏香監督になってからまだ4試合しかやってないんだけど、この4試合でレノファ山口っていうのはどう変わったか、これがさっきも言ったように縦にアグレッシブに向かっていくチームにちょっと生まれ変わりつつあります。でこのチームの要注意人物をねよっちゃんビシッと挙げておくぞ。1人がねミッドフィルダー佐藤健介選手で、彼の特徴を一言言うんだったらもう皆さんお分かりだと思うんですけどね、はい、卓越したポジショニングにあります。ゲームをコントロールする上で本当に重要な位置に顔を出してくる。攻撃、守備、両面において彼がいるポジションっていうのが基準になる。なので彼に気持ちよいプレーをさせてしまうと、今回の東京ヴェルディ戦もそうだったけどもね、はい、佐藤悠平選手がね、はい、あの一時同点に追いつく起点になりましたけれども、彼みたいなプレーをさせてしまうと、はい、やっぱりねどこが相手でも苦しくなるぜ。はい、でもう一人がね、はい、これはねツーシャドウの位置に入ることが多いんですけれども、はい、池上選手でございます。はい、本当にいやらしい。フリーキックで得点も取れるし、はい、チームのために体を張って守備をすること、はい、で前で潰れ役になることも厭わない、はい、これね誰に似てるかっていうと
まあ正確に言えばタイプはちょっと違うと思うんだけど、はい、うちでいう船山選手ポジショニングも全く同じ、はい、だからこの池上選手っていうのが攻守両面において輝いてしまうと、はい、我々からするとちょっと苦戦を強いられるんじゃないかっていう要注意人物でございますな。で以上のことから、はい、ゲームコントロールに長けたボランチがいる、はい、さらには前で潰れ役になってくれるフィニッシュもこなせる池上選手なんかもいる、はい、でさらに言うと、はい、システムがうちと全く同じ3421、はい、つまりミラーゲームなわけだ、はい、でさらに向こうは縦に前にどんどん出てくるアグレッシブなチームを標榜していて、はい、うちはどっちかっていうと同じシステムながら守備からしっかりどっしり構えて入りましょうね、はい、なんだよね。だから攻撃の山口と守備の千葉っていう構図が噛み合っちゃったりすると、はい、ずっと攻められっぱなしのうち、はい、でずっと攻めっぱなしの山口さんという構図が出来上がっちゃったりすると、はい、どっちに転ぶかわからないっていう危険なゲームだっていうこともよっちゃんは言っておこう、はい、なのでこのゲームの注目ポイントを言っておくと、はい、下がりすぎるなってこと。下がりすぎるなってどういうことですか。あ、まあちょっと難しかったね。あの、はい、僕の髪の生え際のことじゃないんだよ、はい、うん、はい、あのこの下がるなっていうのは、はい、お互いねこう前に行きたがる山口さんってね重心が高いし、はい、で千葉からすると守備から入るから重心がどうしても低い。でこの山口っていう前に出てくるチームの一番の穴っていうのは、はい、ディフェンスラインの裏なわけですよ、はい、重心が高いから裏にスペースがたくさんあるね。園川君も大宮戦見ていたね。最後三木選手のね2対1に突き放した劇的決勝ゴール見ていたね、はいはい、あれはまさに重心が前がかっていた大宮さんのディフェンスラインの裏に抜け出したから生まれたゴールだったね。ただあのゴールが決まるまで、はい、僕たちジェフはどうなってた。そう、大宮さんにずっと攻められっぱなしだったんだよ。そうですね。で現に大宮さんにあわやっていうところまで作られてしまっていた、はい、ってことを考えると吉井は相手のボールを奪ったとしてカウンターをしましょうってなった時に、はい、僕たちの重心の位置が下がりすぎてしまってたりすると、はい、早い攻撃が完遂できない可能性がある。もちろん守備から入るのは全然いいんだけど、はい、守備に入った分しっかりと押し上げるとこ押し上げましょうっていう意味で下がりすぎないでほしいというよっちゃんの希望的観測があるんだな、はい、で重心の位置を適正な位置に保つためには、はい、やっぱりボールの取りどころっていうのが大事なんだと思う、はい、なので今回はねガチガチのお互いのボランチのしばき合いだぞ。田口選手と熊谷アンドリュー選手っていうのは、はい、本当にクレバーで視野が広いし、はい、ここ最近2人の関係を見てくれれば分かると思うんですけど、はい、付き合ってんじゃねえのかっていうぐらいあうんの呼吸ができてきてます。あ、だからこの2人がセカンドボールをしっかりと回収する、はい、でさらに相手のボランチだったり相手のオフェンシブミッドフィルダーからボールを奪い切る、はい、このダッシュ能力、はい、合わせて彼らが光れば光るほど、はい、山口さんはもしかしたら何もできない時間帯が続く。でもこれ裏を返すと、はい、彼ら2人が光らなかったりすると中盤での争いに負けてしまうので、はい、どんどん山口さんのセカンドボール拾っての2次攻撃、はい、3次攻撃につながっていってしまうから、はい、これ中盤の削り合いなんじゃねえかなってよっちゃんを見てます。3バックってさ、そもそもあのサイドハーフが前に攻撃的に行った時は3トップじゃなくて5トップになるけど、はい、僕たちが攻められた時は3バックが5バックになるでしょ、はい、で攻撃にも守備にも厚みを持てるから3バックっていうものを使ってる利点だと思うんだけど、はい、逆に言うとね、これ5バックの両サイドの選手、要は5トップの両サイドの選手になりうる選手が思い切って上がるためには信頼感がないといけない。ボランチがしっかりボール持てるぜ、はい、俺たちがしっかり回収できるぜ、だからお前ら安心してサイド駆け上がれって言える選手が今回の鍵になるんではないかと。まあ、東京ヴェルディ戦もそうでしたけど、田口選手って今ね別次元のプレーしてます。ボールの回収能力、展開能力、視野の広さ、はい、そして何より彼自身のねスーパーボレーシュートを決めたようなあの一瞬で牙を向ける能力も持ってる。いや、この選手がね輝いてくれたら、はい、間違いなく次の山口さん相手にも5分以上の戦いをできるんじゃねえかとよっちゃんは期待しております。はい、はい、ね、園川君、はい、もうこの予想シリーズも3回目となりました、はい、ね、僕自身相手のシステムのこととか状況とかね、はい、全部あのまとめてお話をしてきて、はい、まあ、ちょっとやつぎ早になってしまったところはね、はい、あるし、はい、まだまだ補足できてないところ多分にあるってことは認めた上でね、はいはい、それでもまあ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 僕自身ちょっと手応えを感じているので、はい、通算3回目となりましたけれども、はい、うん、園川君、はい、対山口戦、はい、分かったね。分かんないっす。溝口、やすん、ひなた、どこだ
はい、ということで、はい、次の山口戦、はい、予想スコアへと移りましょう。はい、勝ち以外いらねえかな。そうですね結構なんだよなじゃあ園川君、勝ちの予想以外いらないぞ。はい、待ってるな。はい、では予想スコアどうぞ。3-0。イエー、3対0いただきました。はい、お強気だね。はい、お、なんで東京ヴェルディ戦の試合を見て、うん、いやもうこれはもう3対0だろうっていうのを予想です。あ、なるほど、はい、まあ、得点力不足課題と言われていたけれども、はい、前回のベルディ戦で5発入れましたから ね、はい、ね、この5得点っていう勢いがあれば、はい、3-0 も夢じゃねえんじゃねえかと。そうですね。あ、なるほど、なんか、はい、あれだね、君全く分かってないっていう割にさ、はい、あのなかなか僕たちが欲しい数字出すね、はい、よし、じゃあ続いて千葉翔大、はい、園川君甘いぜ、甘いぜ、次はこうなる。4-0、はい、あのさ、はい、あのさ、はい、あのこのコーナーね、はい、当たんねんだって俺前回のさ、はい、ライブ配信やっててさ、はい、2対0って堅実なスコアを予想したにもかかわらず、はいはい、あの5対1になったでしょ、はい、ああいうね大量得点とかされたりすると、はい、当たんねんだって、ね、で今まで千葉よしおの、ね、予想シリーズね皆さん見てくださってた方は分かると思うんだけど、結構僕大穴狙いのよしおだったの、はい、でもなんかちょっと1回当てて色気が出て2試合連続を取ろうと思って堅実なスコアにした途端バカみたいなゴールが入ったでしょ、うん、だから正直ね予想自体がねめちゃくちゃ裏切られるもんだって分かってるから、それだったらどうせだったらね千葉よしおなんか夢ある方にかけたいなと思って、だから園川君の3対0も理想なんだけど、まあ正直その1個上浮くとしたらこれしかなかった、まあ、もちろん僕たちの強固な守備っていうものは継続していただいてね、あのヴェルディさんの点と点を合わすような見事な得点で失点はしてしまいましたけれども、はい、それ以外は堅実に守れたわけですよ、はい、まあ、大量得点があったればこそってところもあるんだけど、はい、だからしっかり守備っていうものの良さは出せてるから、はい、無失点っていうのを3試合ぶりに達成していただいて、なおかつ僕たちの課題だった得点力、はい、前回の 5発っていうのが、はい、まぐれじゃないんだぜっていうところを見たいじゃない。そうですね、だから園川君とちょっと似てるんだけど、それでも君の一歩上を行く4対0という予想スコア、はい、これが当たったら一番かっこいいと思うから、うん、次節の山口戦期待しましょう。はい、はい、ということでお送りしてきました千葉よしおでございます。今回もね予想に付き合ってくださった皆様本当にありがとうございます。ありがとうございます。まあこのコーナーをね始めてもう通算で3回目でございますけれども、はい、ちょっとこのコーナーにねよっちゃん感謝してる。というのもよっちゃんね今までね相手のことをろくすっぽ調べもせずに、はい、ただの希望とか理想でね、あの屋根5-0だとか、ね、相手首位だろうが何だろうが構わず7-0だとか言ってたわけですけれども、はいはい、要はあんまりね予想にね身が伴ってなかったなって今ちょっと反省してるんですよ、うん、だからねこのコーナーができたことによって相手をしっかりと調べようとか、ね、相手の嫌がる形って何だろうか、相手のストロングポイントってここなんだとか、僕レベルでもこういう相手のことを知るとサッカーの奥深さに触れることができてものすごく貴重な時間になったんだ、ね、しかも例えるならさ、はい、僕たちのチームの強みと相手のチームの強みがぶつかり合ってこうなったらこれどうなっちゃうの、こうなっちゃうかもしれないと思うのってさ、ちょっとなんかこうメルヘンチックな言葉で言わせてもらうとさ、はい、ちょっと恋愛っぽくない？深いですね勉強になりますこんなに浅い気持ちの深いスネを初めて聞いたよなあね、だから園川君、はい、僕たちもさこのコーナーやってきて通算3回目だからさ、はい、視聴者のみんなもうオチなんか特に予想がついてるんだよ、はいはいはい、もう ぶっちゃけ飽きてんだよ、はい、でも僕は懲りずに君に聞くよ、はい、ね、山口さんは確かに今残留争いに巻き込まれてます、はい、ね、降格組の人たちとさ勝ち点1しか差がないんだよ、はいはい、でも逆に言うと彼らも残留するんだって気持ちが必死に来るんだよ、はい、そんな相手、ね、J2 リーグに弱いチームなんてないの、はい、それをホーム福田電子アリーナで恥ずかしくない姿勢で臨まなきゃいけないの、はいはい、ね、この山口さんをしっかりどういう戦い方で攻略していくとか、はい、要注意人物とかこうなるんじゃねえのかっていうこと、はい、全部僕は僕なりの言葉で話してきたと思うけれども、はいはい、うん、君はもうね、はい、伝っててほしいんだけれども、はいはい、最終確認だけどするよ、はい、うん、はい、分かったね、うん、うん、分かった、お前そんなことだからな、ね、